広島市総合屋内プールは、広島県広島市東区牛田にある屋内スポーツ施設。正式名称より、愛称の広島ビッグウェーブの名で知られている。2016年7月より命名権が導入され、広島信用金庫が獲得し広島ビッグウェーブとなった。下記はプール、陶器はアイススケート場として利用されている。施設は広島市が所有し、 財団法人広島市スポーツ協会が指定管理者として運営管理にあたっている。東区スポーツセンターに隣接している。広島アジア大会の水泳メイン会場として1991年に会場。1996年の広島国体では水泳とシンクロナイズドスイミングの会場として2001年の全国圏幸福司祭では 水泳会場として使用された。なお、広島アジア大会における陸上競技メイン会場は、広島ウィッグアーチの愛称で呼ばれているため、混同されることがある。2009年、広島オリンピック構想において、ここや広島県立総合体育館など、広島平和記念公園を中心とする半径1 0キロメートルを平和記念ゾーンとして競技場を整備する計画が上がった。 ありがとうございます。